シーズンも終盤に近づき、話題に上がるのが10月下旬に行われるドラフト会議。注目選手のプロ志望届提出の話題も徐々に増えています。中でも毎年12人の選手がドラフト1位選手として何万人もの期待を背負い、プロの世界に飛び込みます。そこで今回は、オリックス・バファローズ、歴代ドラフト1位選手は誰でしょう？2023年から22年の直近10年について出題します。2022年ドラフト1位から遡っていきます。背番号17の投手です。左投げ左打ち。2000年11月30日生まれ。奈良県生駒郡の出身。明桜高校、白鴎大学からプロ入りしています。主な同期は2位に内藤豊選手、4位に杉澤龍選手、育成4位に茶野選手がいます。今年は5試合に先発し、初勝利はまだ挙げられていませんが、奪三振率 7.48 を記録しています。今年のドラフト1位ルーキーは、曽谷龍平選手でした。続いて2021年ドラフト1位選手です。現在背番号は127、右投げ右打ちの投手です。2000年1月生まれ、山口県山陽小野田市出身。高川学園高校、東北福祉大学からプロ入りしています。同期には2位に野口智也選手、7位に小木田敦也選手がいます。1年目からノーヒットノーランまであと1アウトのところまでピッチングを進めました。リハビリに専念するために2年目の今年は育成契約となっています。この選手は、ムクノキレン選手でした。2020年ドラフト1位選手は右投げ右打ちの投手です。背番号は12。2002年7月16日生まれ、福岡市出身。福岡大濠高校からプロ入りしています。同期には3位に北亮斗選手、6位阿部翔太選手がいます。新人から2年間は1軍登板がありませんでしたが、3年目の今年開幕投手に抜擢。9月20日現在9勝を挙げ、新人王最有力選手と言われています。この選手は、山下俊平太投手でした。2019年ドラフト1位は、外れ外れ1位でしたが大当たりとなりました。背番号13の左投手です。2001年8月生まれ。沖縄県宜野湾市の出身。興南高校からプロ入りしています。同期には2位に紅林幸太郎選手、3位に村西亮太選手がいます。2年目に13勝を挙げ新人王、3年連続2桁勝利でチーム3連覇に欠かせない戦力です。体調不良のため先日のビールかけには参加できませんでした。この投手は宮城大弥選手でした。2018年ドラフト1位選手は右投げ右打ちの背番号31、内野手です。2001年2月生まれ、大阪府羽曳野市出身、天理高校からプロ入りしています。同期は2位に頓宮選手、5位に義母選手、7位に中川選手がいます。4年目の22年は日本シリーズで先頭打者ホームランを放つなど活躍しました。父親は同じ球団で打撃投手を務めています。この選手は太田亮選手でした。2017年ドラフト1位選手は西武と競合の末入団しました。背番号29の左投手です。1996年8月生まれ、栃木県宇都宮市出身。佐野日大から JR 東日本を経てプロ入りしています。主な同期はシーズン途中巨人に移籍した鈴木康平選手、3位に福田周平選手、4位に本田仁美選手がいます。飛び抜けた成績ではないものの、入団から6年、毎年コンスタントに先発登板し、勝ち星を挙げているサイドスロー投手です。この選手は、田島大輝選手でした。2016年ドラフト1位の選手は背番号19、右投げ左打ちの投手です。1995年9月生まれ、広島市の出身。瀬戸内高校から東京ガスを経て入団。主な同期は4位に山本由伸選手、5位に現阪神小林圭介選手、6位に山崎颯一郎選手がいます。
入団時の背番号は13。主に先発として登板、19年には13勝を挙げ、最高勝率のタイトルを獲得しました。この選手は、山岡大輔選手でした。2015年ドラフト1位の選手は背番号34、右投げ左打ちの外野手です。1993年7月生まれ、福井県福井市出身、敦賀気比高校、青山学院大学を経て入団しています。主な同期は2位に近藤投手、3位に大城選手、10位に大学の先輩杉本選手がいます。22年のみ背番号7を着用しました。愛称はマッチョマン。今年からメジャーリーグに挑戦。現在レッドソックスに所属しています。この選手は吉田正尚選手でした。2014年ドラフト1位は背番号11の左投手です。1992年9月生まれ、埼玉県所沢市出身。日大三高時代は春の選抜一大会における安打数タイ記録に並びました。明治大学進学後ドラフト1位で指名されました。主な同期は4位に宗佑磨選手、7位に西野正弘選手、8位に小田裕也選手がいます。入団時は背番号17、その後0番を経て現在の11番を着用。先発中継ぎ両方で登板があり、現在10勝に王手がかかっています。この投手は山崎福也選手でした。最終問題です。2013年ドラフト1位の選手は右投げ左打ち、背番号14の投手です。1989年9月生まれ、奈良県橿原市出身。青森山田高校から日本大学、JR 東日本を経てプロ入りしています。主な同期は3位に若月健也捕手がいます。主に中継ぎとして登板、16年には54試合、18年には58試合に登板しましたが、徐々に登板機会が減り、21年1軍登板がない上、2軍でも防御率7点台で戦力外通告を受けました。現在は BC リーグ新潟に所属しています。この投手は吉田和正選手でした。最後にもう一度直近10年のリックスバファローズドラフト1位の選手を振り返りましょう。10人中8人が投手でした。多くの選手が先発ローテーションを担い、3連覇に大きく貢献しています。ご視聴ありがとうございました。10問中何問正解できましたか？このチャンネルではクイズテーマを募集しています。ぜひコメント欄にてリクエストしてください。高評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。